マンデーホーチーよっしゃ。いやー、水井デスク、何笑ってるんですか。笑ってなきゃやってらんねえだろ。もうこうなったらね、こっちもね、はい、もう開き直って、開き直って、開き直っちゃあかん。あ、開き直っちゃダメ。ちゃんと見つめましょう。現実を見つめましょう。ホーチプロ野球チャンネル、今回の巨人阪神、うん、伝統の一戦、東京ドーム、はい、勝負でしたね、うん、引き分け、負け、負けとね、うん、全て先制される。何ですか、敗因は。敗因いるね。いるでしょ、敗因が。9月ね、本当一番頑張んなきゃいけない時期なんですけども、はい、我が読売巨人軍は6勝11敗5分けと失速、うん、現実をきちんと見るという意味では、はいはい、9月に入って、ピッチャーの先発ピッチャーの感覚が詰まったっていうのがあるよね、はいはいはい、それまでまあ中6でまあ 回すっていうのが、まあ日本のプロ野球の一つのやり方なんですけども、これを中5に詰めて、感覚を詰めて、まあいいピッチャーをどんどん突き込んでいくぞとやったのはいいんだが、これなかなかね、結果が出ていない。ちょっとね、ご紹介しますよ。戸郷投手、中6日以上ですと15試合で8勝3敗防御率 3.04 なんですけども、これが中5日以下だと6試合投げて1勝3敗防御率 5.75 になってしまう。メルセデス投手、中6日以上だと10試合投げて7勝1敗防御率 3.23 なんだけど、はい、中5日以下ですと、はい、3試合投げて0勝1敗防御率 6.55、はい、なかなかね、このね、感覚が詰まると、ピッチャーの実力が発揮されてない現状というのがあります。正直、現場にずっといたものとしてね、はい、たまたまだとは思うんです。で、中子にしなきゃいけない理由としては、はい、先発6人で回すところ、要は5人しか現状いないっていうこと、はい、じゃあ2軍の中で、1軍に上げてローテで回したいピッチャーが、はい、この勝負どころでいるかっていうと、監督はいないという決断を下したっていうこと。そうだね、だと思うんですよね、はい、もちろん、なんか息のいい直江投手とか、はい、ね、横川投手とか、横川君とか、ね、いましたけど、はい、現状はまだやっぱ力及ばずっていう原監督の、判断なんですよね、はい、だからこそ東郷とか、高橋君とか、中郷で応えなきゃいけないところ。そうなんだな、そこはね、こうジャイアンツの先発ピッチャーである以上、応えてほしいっていうのがね、だけどやっぱ数字で悪い数字が出てるっていうことは、やっぱ体力的な面なのか、はい、足らないっていうことなんですね。そうなんだな、まだここはこう乗り越えなきゃいけない壁、はい、なんだけども今現実にね、一試合一試合取りに行かなきゃならない時期だから、これをね、育ってほしいっていうところと、勝ってほしいっていうところがね、この攻め合い両方うまくいけばいいんだけど、もちろん来年のこと見たら、この経験はすごく戸郷、高橋、いずれの、ね、両エースになってほしい2人が、そうだね、いい経験してるから、はい、ね、ですけど、現状ね、巨人ファンとしては逆転優勝を期待してるから、そうだな、中郷、中四どうなんだって思うのは当然かなっていう、それはね、あのファンの皆さんの思いは十分わかる、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 しゃあない。しゃあない。どうなんだろう、結論しゃあない。結論しゃあない。ピッチャー陣ばっかりじゃないですよね、加藤さんね。そうだね。やっぱりバッターの方も、坂本、岡本、よう頑張ってますよ。頑張ってる。ね。ね。その中で東京五輪行って帰ってきても。そうだよ。本当だったらね、もう、どっか、痛いとこがあってもおかしくない感じだけども、はいはい、元気にグラウンドでね、チームを引っ張ってるっていうのは伝わってきます、はいはい、岡本なんて1年間怪我なく、そうだよ、ね、これもあんまり波も僕は少ない方だと思って見てますよ。どっしりね、頑張ってるよ、すげえ頑張ってますよ、もう10億ぐらい上げたいぐらいですよ、ね、そうだな。水井デスクね、はい、1個昨日気になる場面がありました、はい、ね、ここは勝負どころっていうところでの、北村選手に対して代打中田翔、はい、反対？俺はね、北村に打席に立ってほしかったというか、やっぱり北村のね、今季の、石川のね、凱旋試合なんかもあったよね、やっぱこう星稜アジアとね、やっぱこうキャプテンを務めて修羅場をくぐり抜けてきた
強い心の持ち主だからこそ、うんうん、あそこでやってくれんじゃないかなって思って、はいはいはい、あのまま打席に立ってほしかったけども、まあ代打中田翔っていうところ、やっぱね、試合前のあのジータス見てて、うん、阿出川さんのこのね、阿出川さん、阿出川さんニコニコしながら、ね、うん、話しながらもフリーの北村くんですよ、すんげー飛ばしてるんですよ、いいんだよな、もうあの使いたくなるのね、ねと思うんですけど、はい、僕はあそこ中田でいいと思う、お僕はね、そっか、うん、いやもう100人って1人かもしれないけど、いや三井デスクまたあのコメント欄が荒れるけどもいやいや中田は打点王ですよ、うん、そうなんだよな、そういうところで打ってきたから中田翔がいるんですよ、うんうん、打率は例年あんま良くないですよ確かにね、はい、だけどそういう場面で打つ何かがある、何かがある、だからこそ原監督が使ったし、あ、あそこで昨日中田翔が打ってれば、はい、もう一気に行くかもしれない、そこなんだよね、うん、だからそこで打ってほしかった、ね、期待に応えてほしかった、 そしてチームを上昇気流に乗せてほしかったけども、あのチェンジアップ引っ掛けてを見ちゃうとね、あのまま北村、僕でもあるよ、うん、まあそうか、うん、結果論だな、難しいな、難しいですね、ですけど、うん、そこはみんな酒飲みながらこうワイワイガヤガヤ言うのが一番いいんですよ、まあ、答えはない、答えはない、うん、いや、そしてね、はい、水井デスク、ヤクルト、はい、12試合負けなしの8連勝ですよ、あ、いや強い強いや、負けなくいってますよね、なあ、まあ中日にも 俺ら一言言いたいよな、中日さん、うん、ね、本当に燃えてほしいんですよドラゴンズ、うん、ね、そしてあれですよね、あの今週は中日3連戦から始まるんで、多分ここでね、牙向いてくんだよね、本領発揮してくる、本領発揮してくんだよ、本当にひどい話だよ、もうそこかよみたいな、しかし村上がね、はい、ヤクルト番組じゃないですけど、ええ、村上が五輪帰ってきたらまださらにすごいです、うん、ね、成長しちゃったから、ただこれだけは本当声を大にして言いたい、うん、ね、あの巨人のスカウト、はい、清宮外して指名したのは村上選手ですよ、はい、ね、で、まあ、や巨人、楽天、ヤクルトの、ね、抽選の中で、まあ、たまたまヤクルトさんに行ったわけですけども、これ我が軍のスカウトは村上の将来性を見抜いていた、やめましょう、やめよう、たらればやめましょう、たらればは加藤さん、やっぱり浮上するためには何個かいいものがないと、兆しがないと、そりゃそうだ、上がんないですね、それもちろんだ、ね、バッターではやっぱ丸ですね、丸くん、ね、上がってきた、上がってきましたかね、うん、うん、かな、いや上がってきたと思いますよ、そうだよ、はい、うん、でやっぱり中田翔くんにもいろいろありましたけど、うん、やっぱ本当の力出してほしい、そうだね、うんうん、やっぱ結果としてね、はい、ピッチャーではやっぱ菅野じゃないですか、エース菅野が、はい、ここから本当に無双の活躍をする、うん、もう投げる試合全部勝つっていう風な働きをしていけば、うんうんうん、これ戦い方は安定するよね、そうですよ、うん、水井デスク、はい、過去ね、はい、ジャイアンツは 原政権は自力優勝が消滅してから2度リーグ優勝しています、はいはい、武器が何やねんって、ね、そうだよ、まず2007年、はい、まあ、三つどもえでね、巨人、中日、阪神の三つどもえだったんですけども、はい、阪神が結構失速して、はい、そこから巨人がガーッといって、うん、優勝した、そう、うんうん、2008年は水井デスク、はい、巨人担当1年目ですね、もうこの時も一時は13ゲーム差、そう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 、まあ、もう覚えてない、覚えてない、そう13ゲームと突き放されてから、はい、最後それを追い詰めてメイクレジェンドと言われています、ね、メイクレジェンドね、2008年負けたもんですよね、メイクレジェンド、そう、今年はメイクワッショイですよ、何それメイクワッショイ、自力優勝消滅からのガッとなんか狙ってますね、いや狙ってないけど、ただヤクルトもね、はい、まあそうヤクルト阪神の失速、はい、するのかなみたいなメイクワッショイです、メイクワッショイですね、ということでまずは中日、うん、そして、DeNA 今期ね、今週は、はい、この6試合をきちんと取って、うん、来週の神宮3連戦に臨むぞ、ね、みたいな、うん、来週はちょっとヤクルト担当に電話しましょうよ、うん、おいい ね, 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 ね何が起こってんのか、そう分かんないですね、今週6連敗するかもしれないしどうでしょうか、そうでちゃうかな、ね、神の水をし、うん、知るです、うん、さあ皆さん今週も張り切っていきましょう、メイクワッショイ、チャンネル登録よろしくお願いします